おはようございます。今日は、6月の7日ですね。今9時なんですけど、今日これから、先生のお姉ちゃんと、姪っ子い子たちがうちに来るのね。っていうのも、カリフォルニアに遊びに行ってたんだけど、週末で飛行機で行ってたんだけど、また飛行機で帰ってくるんだけど、お姉ちゃんたちの家がすごく遠くなのね。で車持ってないから、電車でとりあえずうちまで来て、で旦那さんにピックアップしてもらうらしくて、それまで旦那さん仕事だから、それまでうちでちょっとブラブラっていうのかな、ちょっと涼みながら待ちたいみたいなのでうちに来るんですけど、多分みんなご飯食べてないと思うので、ね、朝超早いフライトだったから、これからちょっとパンケーキ作っとこうかなと思って、もし食べなかったら、これね、気抜かって、もし食べなかったらまあ冷凍しといて、うちらの朝ごはんになるので、とりあえず何個作ろうかな。1カップ、2カップで12から18枚作れるので、2カップとりあえず作ろうかなと思います。あー、2時になっちゃいました。なんか結局今帰ってったんだけど、みんながね、でお昼ご飯も作ってあげて、今親子丼作ってあげたんだけど、食べてお昼過ぎに帰ってきました。で私まだお昼ご飯食べてないのね。だからちょっと昨日のタコスのお肉あるんで、ちょっとタコス微妙だからタコライスにしようかなと思って、ちょっと用意めんどくさいんだけど、レタス切って、ワカモーレは昨日のあれがあるので、あとサワークリームも買ったので、ちょっとタコライスをちゃちゃちゃっと作りたいと思います。完成、意外と早くできました。いただきます。ちょっと全然動画撮ってませんでした。さっきね、送っていった時にコーヒーもらってきたんだけども、超アイスコーヒーになっちゃった。実はもう時間が8時22分なんですよ。で、あと夕ご飯まだ食べてないので、なんか2人ともお昼寝しちゃって、私と先生います。8時も8時半なんで、夕飯の支度をしようかなと思うんだけど、さっき親子丼作ったじゃん。でね、なぜかね、これよくあるんだけど、このぐらい残る、見えるかな、ほんのちょっとだけ残ってるので、タコスのお肉もほんのちょっとだけ、まあこれ1人分ぐらいあるかな。で、さっきタコライス食べたから、タコスのお肉は先生にタコライス作って、私はこの少なめの親子丼はちょっと食べようかなと。全然ブログ撮ってないから、気づいたらもう8時だからさ、あ、そうだ、あれ作ろう、オートミールのなんだっけ、レシピもう1個あるじゃん。で、そうやって時間かかるって言ったじゃん、特にまあ前日の夜に仕込んどいて朝食べるってやつなんで、ちょっとそれ作りたいと思います。はい、じゃあ紹介していきます。とりあえずまず作るだけど、材料から紹介していきます。まずはこのメソンジャー蓋付きがあるといいので、メソンジャー2つとオートミール、前で出てきたオートミール、あとチアシード、これはなくても大丈夫です。あとギリシャヨーグルト、普通のヨーグルトでも大丈夫です。うちはギリシャヨーグルトのこのハニーのやつが好きなので、これは分かりました。で、あとミルク、ミルクもアーモンドミルクでもいいし、ココナッツミルクでもいいし、普通のミルクでも大丈夫です。あとフローズンストロベリーとかフローズンフルーツ、これも普通の生のフルーツでも大丈夫です。であと今回私ちょっと初めての試みです。シリアルこの間買ったのちょっと入れたいと思うので、オートミールがあんまり好きじゃない、ネチョネチョしてあんまり好きじゃないって方はシリアルでも代用できます。はい、それでは早速作っていきます。私はあんま作り方覚えてないので先生が先にやってくれるのでフォローしていきます。オートミールをなんか好きな量を入れるんですけど、これちなみに3分の1カップ持ってきたんで、まあ自分の好きな量でいいんですけど、とりあえず今日は3分の1カップでやります。よいしょ、もう一杯、先生は
はしてました。ちなみにこのくらい、これも自分の好きな量でいいですか。オートミール食べたい人はいっぱい入れてもいいし、ちょっとヨーグルトっぽいのがいい人は少なめ、私はあのシリアル入れるんで少なめに、オートミールは入れてシリアルも入れます。よいしょ。ミルクも、ヨーグルトと同じ分量を入れて、今回は私たちアーモンドミルクなんですけど、普通の牛乳でも全然大丈夫です。はっ、これをシェイクしていきます。で、シェイクしてもいいし、スプーンでかき混ぜても大丈夫です。全体的にこういう風に混ざる感じ。これで水分少ないなと思ったら牛乳足すか、ヨーグルト足して、ちょっとトロトロする感じにしてください。サラサラしすぎてる場合は、シリアルだったりオートミールだったりチアシードだったり、好きなのを足してください。 OK。 で、最後にフローズンフルーツ好きな分だけ入れていきます。で、これ多分朝溶けるんで、ストロベリーとか入れると結構美味しいんです。適当に自分の好きなのを入れていきます。こんな感じで入れました。これちょっともしかしたらピーコンもピーチ入ってるから。で、蓋して、あとは冷蔵庫で1日寝かすと朝食べれるんで、そうですね、このままミックスして、冷蔵庫で1日置いて朝朝食に食べれます。はい、ということで完成したので、こんな感じで冷蔵庫で保管して明日の朝まで待って。明日の朝食べます。はい、ということで以上がもう一つのレシピの方だったんですけど、私たちもあんまりオートミールのレシピも分かんないので、これからも調べて、なんか美味しいのがあったらこれからも紹介していきたいんですけど、まあ明日作ったやつは明日また朝食べるんで、その時に味を報告したいと
思います。はい、で、ちょっとね、もうね、カメラの電池がなくなりそうなので、そろそろ充電しないといけないんで、今日のブログちょっとこの辺で終わりにしたいと思います。かなり短かったというか、内容が全然なかったかもしれないんだけど、ちょっとね、お客さんが来てたので、昼間は、はい、ごめんなさい。はい、まあ、そんな感じで、今日のブログはこの辺で終わりにしたいと思います。また明日のブログでお会いしましょう。バイバーイ。